はい、皆さんどうもこんばんは、リアルです。今回もゼロ濡れガラスの2個やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。前回はね、おっちゃんがね、氷上山から帰ってきて、なんかまたキャラクターがね、ゆうりちゃんに移って、なんか行方不明になったね、ひそかさん、巨乳のひそかさんの行方を追うために、まあいろいろなんか、そう、なんか証拠を探してるってとこですね、自宅の方で。でね、なんかいろいろね、なんかよくわかんない人が出てきたんですけど、まあそれは置いといて、プレイ時間が4時8分ということでね、4時超えましたよ。まあ今日はこれぐらいで終わりにしようか。4時半ぐらいまでやって終わりかな。まあいいや、よし、やっていこう。前回ね、このベッドの下でね、エロ本かと思ったら、もしかしてひそかさんのね、机の鍵が出てきたんで、ひそかさんの机の鍵をね、使ってね、なんか、開けるとこから始めたいと思います。怖いなぁ。なんか前回なんか、いろいろとなんか新キャラがいっぱい出てきたんですけど、なんだっけ、なんとかあかりと、なるみあかりっていうね、女子高生と、なんだっけ、あと、片品なんとかっていう、なんか、ショートヘアのなんかお姉ちゃんと、もう一人ね、ひなさきみくちゃん。ゼロ初代の主人公ね、が出てきたっていうね。まあいいや、それは置いといて、まあ、ひそかさんの部屋に戻って、鍵を開けると。小さな鍵で引き出しの鍵を開けた。机の引き出しに、また新キャラかよ。机の引き出しにファイルが収められていて、何枚かの紙の間に写真が挟まれている。ももせはるか。これはるかってあれだよね。ひみのさんが探してた友達じゃなかったっけ。あ、確かに。失踪者が、ももせはるか。依頼者が、まあ、ひみのふゆきちゃん。よすがあり、本人の写真。依頼者、対象者ともカフェの元常連。あ、常連さんだったの。高校時代にカフェに来ていたが、ある時を境に二人とも来なくなった。同時期に学校で集団自殺があったと聞いたが、関係は不明。あれでしょ、みんな、なんか、手繋いで、水みんな帰ろうって言って、あれじゃないの。おとなしく優しい感じの子だった。頼まれると断れないタイプ。ほう。あー、これね、うわ、胸でけえ。ももせはるかさん、ひみのさんと写っていた写真に比べて少し暗く沈んだような印象を受ける。あ、出た、失踪者、ひなさきみゆ。ひなさきみゆさん、この人も山でいなくなってるのだろうか。ひなさきみゆ、あー、この井山幸ってのはあれか、みくちゃんの友達、対象者の、まあいいや、なんて読むかわかんないんですね。養母って読むのかな、多分。わかんない。よすがあり、本人写真。母を探すと、やっぱあれなんだ。母ってあれなんだ。やっぱみくちゃんなんだね。じゃあ、みゆちゃんはやっぱみくの、娘でいいのかな。母を探すと言い残し、行方不明に。実母は、本人が幼い頃に失踪。芸能事務所に所属して、芸能事務所所属？マネージャーの証言では失踪前に氷上山について調べてたという。おい、まさかのみゆちゃん、まさかのアイドル？やばいでしょ。そりゃ可愛いわけだわ。ミウは勘違い、何？勘の鋭い子だ、だという、なんだ、ちゃう。ごめん。ね、いろいろとなんか、なんかテンション上がってきたせいで、全然なんか、口がね、おかしくなってる。もう一回、ワンモチャンス。メモ。ミクは、ミクじゃなかった、ミウだった。ミウは勘の鋭い子だったとのこと。依頼者である、養母の進路法が大きい。うわー、かわいい。線の細かい綺麗な女性が写ってる。この人はひなさきみゆさん。留守番電話が録音のカセットテープだ。少し古い日付とともに、依頼者よりとラベルかか書きさ、え、書きされている、書きされているってなんかおかしくね。ラベルが、あ、ラベル書きされているね。あ、ごめん、俺の読み方がおかしいだけだ。おい、なんか、なんかいっぱい出てきすぎだろ、新キャラ。失踪ファイル、何これ、なんて読むのこれ。なんとか、和也さん。ひそかさんから名前を聞いたことがある。あ、北条蓮じゃん。失踪者がなんとか和也で、まあ、依頼者がおっちゃんの北条蓮。あ、友人ね。はい。よすがあり。繁華街の飲食店勤務、蓮の依頼で、弔い写真の撮影、取材中に連絡が取れなくなる。もとより、放浪
癖があるため、捜索はせず連絡を待つ。人物としては良くない印象。レンには付き合いを控えるように注意。そんなよろしくないやつ。うわ、なんか明らかになんかチンピラって感じじゃんよね。なんとか和也さん、レンの友人ってことだけ言うことだけど、会ったことはない。なんか、竜が男とか出てきそう。密かの手帳1、引き出しの奥に手帳が入っていた。依頼者と話した内容が書かれているようだ。読み物多い。喉乾いた。依頼者から連絡。生きているのか死んでいるのかもわからない。どうかをさまよっているのかもしれない。助けを待っているかもしれないと思うとじっとしてられない。でも何もできずに、今この瞬間も帰ってくるのを待ち続けるしかないと。会話の重苦しさに耐えられずに、もし帰ってきたらと聞いてしまった。静かに笑って、帰ってきたら言いたいことがあるとだけ、心を使い果たした意味だった。この人もいつか聞いてしまいそうなほど、これすり減っていた。誰のこと？ユーリのそばを離れるのは心配だけど、待っているのだけはダメだ。動かないと。誰のこと言ってんの？ソカさんはこのファイルの人たちを探していた。はるか。百瀬はるかさん、ヒリノさんが探していた人だ。この写真があれば励みで追うことができるかもしれない。また氷上山行くのもいいよ。もうなんで夜に行こうとすんだよ、いちいち。朝になってから行け。あー、なんかいっぱいなんか新キャラが出てきましたけど、なんかチンピラと、なんかもう本名が読めないやつばっかなんで、ちょっと待って。もう、略称を決めておこう。まあ、これおっぱいの、まあ、あの、はるか、はるかはめるからまあいいとして、おっぱいさんのあれと、で、チンピラーで、ユーリはまあいいとして、これやばいでしょ。みゆちゃん、かわいいなぁ。まあ、胸小さいけど、よし。プロが発言したような、綺麗な写りになっている。ほう、事務所所属でしょ。半端ないね。氷上山行くんだけど、どうって行くの？で、氷上山どうって行くの？玄関の方行けばいいのかな。よし、じゃあ下降りてこっか。ほい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 。なんで毎度夜に行こうとすんのがね、この主人公。まあゲームデッキが夜じゃないとあれなんですけどね。さっさっさと行きましょう。なんか読み物が多かったですね。ちょっと久しぶりになんかアクションゲームしたい感じなんで、さっさと行きましょう。お、待って待って、よいしょ、取った。黒沢ひそか。おー、ひそかさんマジスタイル抜群だろ。ひそかさん、今度は私がひそかさんを。これでまたあれじゃん、ミイラ取りがミイラになる感じじゃん。射撃の力を使い、さらに多くの人探しの依頼を見つけたユーリ。ユーリはひそかの足取りを追い、氷上山へ向かう決意を決めた。あ、来ましたね。夜の雫、神隠し。あ、百瀬はるかを探す。なんでお前がはるかを探すんだよ。まあいいや。なんか手がかりがはるかのやつしかないのかな。まあいいけど。じゃあ、はるかさん探していきましょうか。胸もでかいし。じゃあ探していこう。じゃあノーマルで。あ、やべ、なんか。なんかやばいやばい。ちょっと待って。特に買うもんはないかな。90式あれ終わったんだ。まあいいや。なんかポイントいっぱいあるから、せっかくだからなんか買っていこうか。ちょっと50枚ぐらい。61式ヒル。これどう？ 1 万3000ポイント。余裕でしょ。買おう。まあいいんだけどね。小塚田優里、神隠し。氷上山ね。住む。密かの机から人探しの依頼書を見つけたユーリは、依頼書を頼りに人探しを開始する。自殺した氷見の冬日が探していた少女、百瀬はるか。ユーリは自殺した冬日が、はるかここにいると言っていた場所、境内神社、片城神社へ向かった。あのあれでしょ、人形いっぱいあるところでしょ。ごめんなさいね、本当に。読みがね、難しすぎてね、本当に何て書いてるかわかんないんですよ。一応あの動画編集の時に字は調べて書きますけど、ちょっとね、やっぱなんか、もう漢字が苦手なんで、ちょっと、なんか読み間違えたりすることはあって、まあ、ただあるかもしれませんが、本当に、バカだなぁ、こいつって感じでちょっと見てもらえれば。
温かい目で見守っていてください。本当に。じゃあ行きましょうか。モーゼはるかさん、ひみのさんが探していた人。ひそかさんもこの人を探していたのだろうか。はるかの残影を、よし、行こう。これ滝んとこか。こっち行けなかったから、こっちだね。ナビモード。あ、合ってる合ってる。よくさ、あんな怖いさ、何戦闘戦闘だ戦闘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 って言ってる戦闘って言ってる。ちょっと一回逃げて。あんなさ、怖いさ、あのさ、体験しといてよく来れるよな、また。ザコいいよ。ザコに要はね。よしか。倒した。はず。触れる?よし、追加ポイントゲット。フェイタル、なんて書いてある?なんとかって書いてあるけど。まあ、ザコには用意ないんで、用ないんで、さっさと進んでいきましょう。あ、はるか?あ、はるかだ。モーセはるか。あ、なんかある。怖え怖え。あ、なんか目もある。はるかの残した目も1、滝の水で湿った目もが置かれていた女性的な小さな文字何書かれた。あ、これぐらいの読めるな。水の音で気がついた。行くのか戻るのか。戻るなら今が最後。不義のとこに戻るなら。なんか思い詰めてる感じですね。何かあったかもしれませんが。うわー、しまった。お前それは卑怯だろ。おい、くそ。おい、ふざけんなよ。今のは無理でしょ。あれ、絶対初見だと取れないってどう考えても。万葉丸だ。万葉丸に行こう。今のは取れんでしょ、絶対。絶対2回目じゃないと取れないって。1回目であれ取れる人ってどんなあれで動体視力してんだよ。よし、先進んでいこう。よし。こっちで合ってる。合ってる合ってる。なんか落ちてる。あ、清めの火だ。清めの火。これ結構重要アイテム。何の音?ただこういう BGM だけ?帰ってきた。あ、待機しか。振り返ってないんですけど。あ、振り返ってきた。あ、振り返ってない。あの巫女はあれ?戦闘したやつでいいのかな?どっちか、よく出てきたやつ。さて、これ絶対ダメでしょ。これ水の中にメモって絶対もう無理でしょ。まあいいや、はるかが残したメモに、水の中にメモが残されていた、はるかさんのものだろうか。はるかの残したメモに、泣きたくなるくらい夕日が綺麗だからここまで来た。同じ夕日だ。生き残った時に見た夕日。夕日この山に入っていった。だから行かないと。この山の水に溶けるのが自然だと思っていた。正しいと思った。死んだ3人の最後の思いを受け取ってしまったら、夕日がだんだん近づいてきた。私が近づいているのかもしれない。うわわわわわ、戦闘。しかも巫女2人。ちょい、待って、危ねえ。触らないで。セカラよ。ちょっと待って。うわっ、危ねえ。うわっ、かい、危ねえ。巫女2人は聞いてないよ。ちょっと待って。巫女つってもあれでしょ、雑魚でしょ。よし、回避。一回、ちょっとふざけんなよ、お前、おら。回避。2人は多いって。しまった。2人、おお、やばい、積んでる、積んでる、パターンはまってる。まだふざけんな、お前、ふざけんな、お前。回避、お前、忙しすぎる、忙しすぎるぞ、マジ。ちょ、待って。回避。ちょっと待って、お前、返して意味ねえだろうが、ふざけんなよ、お前。やばい、死にかけてる。ちょ、迷うが。あ、違う、間違えた、待て。あ、
あー、強敵使っちゃったよ。やだ。まあ、いいんだけどさ、別に使っても。ちょっと待って、いきなりさ、二人はきついって。やばい！返しても意味ないっつうの、これ。よし、来た！どれログロックオンしてんの？来い、来いよ、来いよ。早く来いよ。顔やばいぞ、お前。早く、早く、早く、早く。どうだ？成功したの？あ、ザコ、ザコ、ザコ、結構ザコ、結構ザコ。触れる？触れる、よし、来た。あ、ムービー来た、ムービー。これ？なんか前あれか、なんか巫女を殺したやつってこいつのことか、なんか文章に書かれてた。うん、やばいやばいやばい。うわぁ、見るな。おい、やめろよ。よし、倒したかな。よし、倒したところで探索持っていこうか。よし、あ、ここね。あ、神社、あ、そうだ、神社行けっつってたもんね。嘘だろ、戦闘か。ちょっと待って、またお前かよ。待て、いやーじゃない。ちょっと待って、やばい、一回下がる。しかもめっちゃ濡れてるし、お前か。またお前かい。こいつ結構強いんですよね。あの動画ではまだこれ初登場かな。多分動画では初登場だと思うんですけどね。この人がまず強いんですよね、これが。やばい、胸めっちゃ揺れてる。ちょっと待って、そんな場合、そんなこと言ってる場合じゃない今。あいつロックオンできねえんだけど。ロックオンできない。くる、無理でしょ、回避いける。よし、なんでロックオンできない。あいつ待って、やばい、上から落ちてくるから怖い。あ、倒した。倒してない。あ、倒せなかった。取れなかった。え、終わった。あ、倒したみたい、一応。なんだったんだ、あいつ。ロックオンできねえしさ。なんだ、なんか急に消えるわ。ふざけやがって。しかも、ゆりちゃん結構ぬれぬれにしちゃったし、まあいいや。よし、行こう。かなり時間の無駄になったな。多分、カットで行くんじゃないかな。カットっていうか、早送りぐらいで、多分、さっきの戦闘はやるかな。神社。あ、確かに、こう来るんだっけ。知らずの森へ。知らずの森。誰が灯したか分かんない灯籠のね。
ずっとみんな一緒に。あ、はるが、はるか。あ、14式29枚しかない。やっぱ。07式にしよう。あ、万葉丸。幽霊来そう、幽霊来そう。今濡れてるから絶対幽霊来やすい。え、ちょ、待って待って待って。あー、クソ、しまったー、取り逃したー。しまったなー。万葉丸なんか取ってる場合じゃなかった。じゃあ、ここ、ウールんだっけ。よし。なんか、いろいろなんか、ちょっと待って、落ちてるな。なにこれ。なんか、ムービー始まったぞ。なんだなんだ。これが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで。何？うわ、怖い怖い怖い、やめろやめろ。わわわわわ